ジェリー・オーウェンスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ハリウッド出身の、元プロ野球選手。左投げ左だ。オーウェンスは、ハート高校時代、後に2003年の NFL ドラフト一巡で、ボルチモア・レイブンズに指名されて入団した、QB ・カイル・ボーラーと同じチームで、ワイドレシーバーとしてプレーした。高校では、オールアメリカンチームに選出されるなど、エリート街道を歩んだ。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学したものの、いくつかの故障もあって、マスターズカレッジへ転校することになった。2003年に、全米スモールカレッジ外野手に選出される。2003年の MLB ドラフトで、モントリオールエクスポズから二巡目指名を受けて、入団した。この年は、エクスポズ参加の一 a ワーモントエクスポズでプレーしたが、わずか2試合の出場だった。 2004年は 1A サバンナサンドナッツでプレー、ここでは打率、290、30盗塁を記録した。2004年オフに、アレックス・エスコバートの交換で、シカゴ・ホワイトソックスに移籍した。2005年は兄 A のバーミングハム・バロンズに所属、サザンリーグのオールスターに選出され、首位打者にも輝いた。2006年は、ホワイトソックスの春季キャンプに参加し、オーウェンスは、 フライアン・アンダーソンと中堅守を争ったが、監督のオジー・ギーエンはオーウェンスが数年前に肩を負傷していたために不安があるとして、レギュラー獲得はならなかった。オーウェンスはメジャーロースター40人枠に入ったものの、開幕時はサンエ a シャーロットナイツで迎えた。この年は40投塁を記録した。9月にメジャーに昇格し、9月11日にダイソーとしてメジャーデビューを果たした。 9月27日の初打席で初安打を放ち、初盗塁も決めた。2008年は内転筋を痛め、15日間故障者リスト入りしたまま、シーズン開幕を迎えた。2009年、ケングリフィージュニア移籍の後空いたセンターを守っていたが、打撃成績不振のため5月2日に FA となった。2009年5月4日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。 11月30日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2011年はどこの球団でもプレーしなかった。2013年にアトランティックリーグのランカスター、バーン・ストーマーズとメキシカンリーグのカンペチェパイレーツでプレー2014年はメキシカンリーグのキンタナロー・タイガースに所属していた。2015年3月16日に フルスランカスター・バーンストーマーズと契約を結び2年ぶりにバーンストーマーズに復帰した。2016年はキンタナロー・タイガースに復帰。ありがとうございます。